熟成焼きそばの大磯屋。こんにちは、焼きそばけんちゃんです。今回のレシピはピリ辛レシピ作っていきます。実は買い足しでナスを頼んだらなぜかなくて、玉ねぎとトウモロコシを使うことになりました。今回最初作る予定だったレシピはジャージャー麺だったんですけれども、先ほど工場長と監督からのあれで新しいネーミングのレシピ作っていきます。その名もニュージャージー麺、ジャージャー麺どっちなの、はい、を作っていきます。はい、使っていく材料はこちら。はい、麺はもちろん大磯屋の熟成焼きそばを使っていきます。で、ナスの代わりに用意してある玉ねぎと、トウモロコシ。トウモロコシね、今時期おいしくなってきましたね。ヘキナのトウモロコシ美味しいんですよ。ぜひ機会があれば手に入れて召し上がってみてください。と、あとは、ネギとキュウリ、人参、ひき肉で味付けで、これは甜麺醤ですね、甘いやつですね。に、一味辛さはね、調整してくださいね。と、ニンニクと中辛子に水溶き片栗粉で、塩コショウと、あとはお好みでね、最後ラー油で、整えていきます。はい、じゃあ順番に、きゅうり半分がね、実行として、はい、じゃあ続いて玉ねぎ。玉ねぎも半分、半分で、はい。匂いだけで頑張ればご飯食べれるよねよし、はい、以上ですカットは以上です。はい、じゃあ、ニュージャージャー麺、ニュージャージャー焼きそば、はい、では、フライ麺から焼いていきます。はい、油はごま油を使ってはい、では大磯屋の熟成焼きそばを焼いていきます。はい、お水を 30cc 入れて、はい、全体にお水が馴染んだら、はい、蓋をして中火で蒸し焼きにしていきます。さあ、焼けたかな、ちょっと見てますね。なんだ、もう、あ、いいかな、良さそうですね。ではひっくり返して、はい、ですね、程よくいい焼き目をつけました。では反対側も、同じく焼き目をつけていきます。はい、さあ、いかがでしょう。はい、いいですね。はい、じゃあ、はい、程よくいい焼き目つきました。では、これで、皿に出すんですが、このままだと麺がね、結構ね、固まったままになっちゃうので、お水 10cc でいいと思います。はい、入れて、ここで火を消しちゃいます。そうするとよいしょ、パラパラっとね、ほぐれやすくなるので、いいですね。はい、この状態で、お皿に盛り付けていきます。はい、では続いてフライパンに油、ごま油ですね、でちょっと余熱でまだフライパンが温かいかな。はい、ではニンニク、すりおろしのニンニクを入れて、
それで少し香りを出したら、まだねこう余熱で十分ですね。いい匂い。からじゃあ火をつけて中火ぐらいでいいかな。はい、ミンチを焼いていきます。これ辛みがね結構好きな人はこの状態で、一ミニを加熱していくとね辛みがしっかり出るのでいいですけど、ピリ辛でいきたいので後入れで今回いきます。はい、全体に火が通って少しねこうちょっと焼き目がつくまでいきたいですね。もうちょっとかな、変わらずに。そしたらニンジン、はい、続いて玉ねぎ、じゃあこれで蓋をして蒸し焼きにしちゃいます。火力は麺と一緒で中火でいいです。さあどうでしょう。はい、だいぶいい感じに玉ねぎもね透明になって、人参もどうかな、いい具合だと思います。はい、ではトウモロコシをさっと入れちゃってね、加熱だね。ほぐしてたのが良かった。これ多分いい食感のアクセントになるんですかね。で、ちょっと切れるのか。はい、中華だしを入れて、で、甜麺醤、で、一味を 1g ぐらい好みで、これちょっとミンチの油分が少ないのでごま油追加で足そうかな。うん、いいですね。はい、そしたら水溶き片栗粉、でも入れちゃってみよう。やっぱり水入れます。やっぱりなのか忘れてたのか。そうですね、そうだよね。はい、いい感じになりました。ネギはどう、調理長どうしますか。最後でかければいいよね。ここで加熱せん方がいいんだよね。本当監督どっちですか。意見が分かれてますけど、監督は入れちゃいましょう。入れちゃいます。じゃあ最後にもう火を止めたぐらいでこうネギをちょっと入れて、はい、そうしたらニュージャージャーのあんがこれでいいかな。はい、完成です。
はい、では盛り付けた麺に餡を、よいしょ、たっぷりたっぷり、よし。で、きゅうりをしまったね。やっぱり太いな、きゅうりが。きゅうり周り、この辺にこういう感じで、はい、もうちょっと細く切ってくださいね皆さん。すいません、雑にいきました。はい、で盛り付けて、あとはお好みでこうラー油をね最後にかけたら、はい、これでニュージャージー、ジャージャージャージー焼きそばの完成です。はい、ではジャージャー麺、改めと言いますか、材料を間違えて買ってきたため急遽ある食材で作ったニュージャージー麺、改めニュージャージャー焼きそばいただきます。まあいろいろあるんですよね、お失敗だとね、買い物もね、やっぱりこう自分の目的のものを買わずに違うものを買ってくることありますよね。ね、あるある。じゃあいただきます。こう見た目は結構にんじんじゃない、トウモロコシのね、こう黄色が生えてるからなんか可愛い感じになってますね。よこうあの大人なこう中華系のね、尖ったこう辛さだとかはないんですけども、やっぱりトウモロコシが入ることによってこう子供向けというのかな、まあ子供向け、大人が食べちゃいけないわけじゃないんですけれども、こう甘くてこうどちらか男性的なジャージャー麺というよりも女性的な、ニュージャージャー麺になったかと思いますね。皆さんはナスを買い忘れないことと、きゅうりを細く切ること、これを、しっかりと、やっていただければ美味しいニュージャージャー焼きそば作れるかと思います。とっても美味しいので試してみに。